大聖堂平面図例より、着色部分が廃籠。カーリエ博物館の平面図。内外の廃炉が確認できる。廃炉は、教会堂の入り口もしくは、ロビー部分にあたり、新郎の端、祭壇の反対側に位置する。伝統的に、廃炉は、教会堂の建物の一部であるが、教会固有の部分とは見なされなかった。仕切りや手すりで新郎と区切られた。 屋内空間の場合と、ポーチのような外部構造の場合とがある。廃炉は、通常の信徒団に未加入の人々も、礼拝を聞いたり参加したりすることが許される場であった。廃炉には清水板が置かれることが多く、子供や大人が、新郎に入る前に、そこで洗礼を受けることができる。また信者が礼拝に集まった際には、自分の洗礼を記憶することにもなる。 後の改革により、新都団に正式加入していない人々を礼拝から除外する必要がなくなると、廃炉は天礼に不可欠のものではなくなった。しかし教会建築は、新炉の入り口の前に一部屋作る形式を維持し続けた。この部屋は、それが建築学的に見て、新炉の一部である場合は内玄関異なった。 外部構造の場合には張り出し玄関と呼ぶこともできる。たとえ誰もが新郎自体に入場できるようになっても、この部屋が教会への入り口となることから、現在もこの区域を廃廊と呼ぶことがある。キエフペチェール宿大衆道院より、商店大聖堂の廃廊の例。中央には、司祭が委託位を聞くための台があり、その右手に銀の清水板と清水を入れる器がある。 伝統的ビザンチン建築では、廃廊は二つの異なった構造に分けられる。内部廃廊は、外のポーチと教会の教会の主部の間で、新廊や側廊とは本来、壁やアーチ、中廊や仕切りで区切られる。また、外部廃廊は、教会の主要なファサードの外で、通常は柱やアーケードで囲まれたアトリウムや、方形の中庭となっている。 外部廃炉は生誕に開口している場合もあれば、外に通じるドアで閉じられている場合、例、カーリエ博物館もある。聖教会の祝祭日には、廃炉を備えている聖堂においては、ディティアと呼ばれる、方針例が行われる場となる。慣例により、教会の平面図は、地図同様、北を上に、東端を右にして表す。したがって、廃炉は、 平面図の生誕に位置するもののような説明もあるが、これは平面図を説明する、便宜上のことであり、実際の方位とは混乱しないこと。ありがとうございます。